皆さんこんにちは、あかりんことしたあかりです。さあ今日はいつもと違うのがわかるかと思うんですけれども、シュワルツコフプロフェッショナルさんとのコラボ動画で美容院に来ています。今日はこの後大阪でお仕事なので大阪の美容院に来てるんですけど、はい、ここファクトリーファイブさんに来ています。私もちょっと初めて来させていただく美容院なんですけれども、今日はここでお世話になります。髪の毛が寝癖のまんま来てマジやばいやばくない見て、もうプリンもやばいし染めなきゃやばいので、今日はカラーとトリートメントをしていただきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりの実習動画スタートです。さあということで担当していただくケンケンさんです。よろしくお願いします。お願いします。素敵な髪色、だいぶ色が抜けてますね。色が傷みすぎてて、はいはい、とりあえず今日カラーをしないとプリンだし、2ヶ月近く染めてないんで。ああ、なるほどです。カラーしたいんですけど。はい、ありがとうございます。どんな感じのカラーしましょう。透明感がめっちゃあるミルクティー系で、からだんだん明るくなる感じで、明るいのはいいけどキンキンに見えたくないっていうわがままです。あー、かしこまりました。めちゃくちゃ傷んでるんですよ。それをちょっとどうにかしていただきたくて。結構乾燥とダメージが見られますね。ほんまにやばいねん毎日切れ毛がやばすぎて、はいはいはい、過去に2回ブリーチしてて、うん、毎月絶対カラーしてて、はいはいはい、毎日ヘアアイロンして痛みに痛みつけてた。なるほどなるほど。超かわいそうな髪の毛なんですよ。ああ、なるほどです。これをちょっとどうにかしていただきたい。しっかりケアしながらやっていきましょうか。はい、じゃあ今日は透明感重視で明るさも明るすぎず暗すぎないミルクティーカラーにさせていただいて、はいはい、特に髪の毛の痛みが気になるということだったんで、うん、シャンプーとトリートメントで、うん、しっかりケアして髪の毛まとまるようにしていこうかなと思います、はい、お願いします。はい、で、今日使うシャンプーなんですけれども、うん、シュワルツコフのトライボンドシャンプーってやつを使わせていただきます。トライボンドシャンプーですって皆さん。そう、トライボンドシャンプーっていうのはダメージ毛に対して切れ毛とか枝毛を約 70%削減させていただけるめっちゃ優れたシャンプーです。それで洗うと髪の毛の中に必要な成分とかは残しつつ優しく洗ってくれるんですけど、しっかり汚れを落としてくれるっていうようなシャンプーになってて、マキアオンラインの一押しの商品になってます。すごい、はい、信頼度高トライボンドシャンプーと組み合わせて髪の毛の悩みに応じてケアできるファイバークリニクスのトリートメント、新しい新作ラインでポーチファイってやつが出たので、そちらも一緒にさせていただきます。どこにスポットライン当たってるかっていうと、ダメージしてる方、特にブリーチとかでダメージしてる方ですね。あかりさんの髪の毛にぴったりのトリートメントかなと思ってます。で、特にね、ブリーチ毛でダメージしてる髪の毛に働いてくれる、ナイアシンアミドっていう成分があります。ナイアシンアミド、はい、そちらの成分で髪の毛のダメージしっかりケアしながら、まとまりあるツヤもあるような髪の毛に導いてくれるので、うん、お願いします。そちらでめっちゃ綺麗にさせていただきます。切実にお願いしますじゃあ今からカラーしてもらいます。お願いします。バクバク。最近のトレンドカラーは何なんですか？最近のトレンドカラーはね、うん、アッシュ寄りなんですけど、うん、今まではアッシュプラス紫みたいな感じが多かったんですけど、うんうん、今年に入ってアッシュプラス緑なんで、ちょっと青緑寄りの色がだいたい多くなってるんですよ。そうなんだ。そうなんですよ。ファッションとかも真緑がめっちゃ流行ってて、確かになんか真緑のズボンめっちゃいる。しかもなんかもうバランぐらい緑な色が流行ってますしなんかでもね、本当にもうずっとこの髪型なんです。ああ、髪型がですか？もうずっと変わらず、ずっとこれ。他はもうセミロングで伸ばして、またセミロング伸ばして、はい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 、もう一生繰り返し。今も本当はスーパーロングにしたいんですよもうちょいいりますねスーパーロングですか？はい、アムロちゃんみたいに。あ、アムロちゃんになりたいですね。みんなみんなの憧れ、アムロちゃんね。ではカラー流していきたいと思います。ウィーン。この角度めっちゃブスいや、ブサイクやだー、この角度。いい色になってました。いい感じです。スピードっぽさ取れて。では今からシャンプーしていくんですけど、先ほどお話ししたファイバークリニクスのトライボンドシャンプーでシャンプーしていきます、はい。
何の効果があるんですか？髪の毛を内側から補強するトライボンドシャンプーのトライボンドテクノロジーっていう作用がですね、髪の毛をしなやかに弾力アップしてくれて、髪の毛を外部から補強する C21 テクノロジーっていうシャンプーがバリア強度をアップしてくれて、ツヤツヤに髪の毛が復活していくやつです。いい匂い。めっちゃいい匂いです、うん、私が好きなザ・オーガニックみたいな感じの匂いですわ、ね、ですわとか言ってね普通のシャンプーとかトリートメントって、うん、パリコシというより表面キューティクルをコーティングしてくれて、うん、もうサラサラになりましたよみたいな効果を与えるだけみたいなのも結構中にはあるんですけど、表面ばっかのお話。そうですね。なんですけど、このファイバークリニクスのラインナップは、うん、内側と外側から両方から補強してくれるんで、表面サラサラやし、やのに、なんだろう、変なコテってした、なんか、ツルツル感だけじゃなくて、張り腰がアップしますね。へ、表面ばっか綺麗にしてる。なんか内側綺麗じゃないと、本当に一時的な話ですもんね。そうなんです。表面の話って。これを使い続けていくと、だん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 髪の毛が元気になっていく。おー、今シャンプー終わりました。毛髪強化をしてくれながら、ブリーチ毛に特にダメージした髪の毛に、栄養を入れてくれるようなトリートメントになっているので、バカリンさんの髪の毛にはぴったりかなと思います。あ、はい、私みたいなダメージが強めの方とかにちぎれにくくもなります。へー、じゃあ今から乾かしていきます。ちょっとまだ乾かさないとどんな色になってるか分からへんから楽しみ。乾かす前に、はい、フォーティファイのオイルをつけます。見た目めっちゃ可愛い。こちらのトリートメントつけてもらいます。ダメージでもろくなった髪に働きかけ弾むようなツヤが見え、ブリーチ手術後にもいいみたいです。何プッシュぐらいつけるんですか？2プッシュから3プッシュぐらいでいいと思います。ブリーチもの方は3プッシュぐらいしてもらってもいいかなって感じです。左右でこう分けてあげて、ワンプッシュワンプッシュでしてあげると十分かなと思います。あ、うん、で、毛先からつけて、で、手に余ったオイルで最後表面をこうやって整えてあげてからほっといいです。はい。はい。はい。乾かし終わって完成。お色どうでしょうか？めちゃくちゃいいです。可愛い。めちゃ可愛くなりました。透明感。しかもサラサラ。めっちゃサラサラでしょ。すんごいサラサラ。かなり生き返りました。生き返りました。ちょっとビフォーアフター見せとこう、ここで。じゃん。今日使ったトライボンドシャンプーとフォーティファイのシリーズはご自宅でも使っていただけるものがございます。シャンプーとかをやっぱそういった自分の髪質に合ったものを使っていただくだけで、髪の毛がすごいまとまるし、ツヤも出て仕上がりがかなり変わるので、ぜひ使ってみてください。はい、使います、はい、見て、見た目めっちゃ可愛い。じゃーん。じゃあ今日から私はこれでケアしていけば、この髪の毛は保てるってことですね。はい、頑張ります。じゃあお家でも使いたいと思います。急遽ついでにカットもお願いします。枝毛がやばいので切っていただきます。もうこの枝毛カットなかった、私マジで髪の毛この辺ぐらいまで広がってると思うほんまに。私のカットのこだわりは、毛先は重めで、はい、ちょっと内側を軽くしてもらって、顔周りだけ巻いた時に綺麗な、ちょっと段軽く、そう、あの最近流行りのウーちゃん系の、あ、ヨシンモリって言われる系のレイヤーをちょっと入れたいなって感じです。前髪にうるさい女の子、大事っすよね。めっちゃうるさいんですよ、私です。本当に病気なんです。いや、めっちゃ大事だと思いますよ。すごい細かい作業、顔周りはレディの命なんで。かっこいいっすね。これいつも言ってるんだよ、フォーマリアレディの命です。やってます。ということで、全部終了しました。めっちゃいい感じ。ありがとうございました。ありがとうございます。私はこれから自宅に帰って、毎日のケアを頑張って、髪の毛を保ちたいと思います。さあ、ということで、美容院に行ってから数日間、美容師さんに教えてもらったやり方で、ドライボンドシャンプーと、このフォーティファイシリーズを使ってるんですけど、めちゃくちゃね、髪の調子が良くて、髪の色落ちもそんなに気にならなく結構保ってるし、なんといっても髪が本当に毎回洗うたびサラサラなんですね。このシャンプーめちゃくちゃ泡立ちが良くて、ここ最近コレクションが2日連続あったりとかで、あと撮影とかも結構続いてて、結構すごいしっかりセット
としてもおかきみたいに髪がパリパリになったりとかしてたんですけど、このシリーズでちゃんとケアしたらしっかりツルツルでお風呂上がりがサラサラになるし、次の日の朝も結構サラサラのままなのですっごく助かってるし、切れ毛と枝毛だらけの私の髪が結構蘇ってきてるからマジで嬉しく思っております。でこちらのドライボンドシャンプーとコーティファイシリーズはあのサロン専売品になるんですけど、なんとですねバラエティショップでも買えちゃうんですね。めちゃくちゃ嬉しくない？やっぱサロン用のシャンプーとかトリートメントいいなって思うけどね、サロンに行かないと買えないってなるとなかなかこう続けて使いにくかったりってするけど、もし切れてもバラエティショップに行けばまた買えるんだなと思うとすごく安心ですし、マジでいいなって私思ってるので、ぜひ見つけた際は使っていただきたいなって思います。特に私みたいなブリーチをしちゃってダメージが気になる方とかぜひ使っていただきたいなって思います。はい、ということで今回はですねシュワルツコフプロフェッショナルさんとのコラボ動画でした。美容院での様子とかね、まあ、自宅でもケアしてるよっていうことをお伝えしたんですけど、いかがだったでしょうか？この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバイ。